どうもこんにちは。今日は動画付きでやっていこうと思います。YMAX の、制限について今日は話そうと思うんだけども、最近 YMAX の制限がちょっと変わったと。で、どういうことかというと、今まではこれ、3日間で3ギガ以上の通信をすると、YouTube 動画の標準画質レベルがご覧いただく速度に制限がかかりますよ。で、これ具体的に言うと 4Mbps。3日で 3GB 使って 4Mbps 制限だったのが、この3日で 10GB 以上に制限が緩和されたんだけども、制限後の速度が 1Mbps になると。4Mbps から 1Mbps に速度は落ちるっていうね。そういう感じなんだよ。でもこういうのはあんまり説明しなくていいかな。こういう動画に来てる人は大体こういうの把握してるだろうし。あんまり詳しく説明するとややこしくなるから、これぐらいにしといて。で、実際、使ってみてどうなのかっていうと、こんな感じです。これ、僕が今使ってる YMAX ルーターです。で、これね、現在 6.64GB、大体 6.5GB 通信してるってことになるね。で、これ2日なんだよ、今。2日目の使用で 6.5GB だから、1日あたり 3GB くらい使ってるってことになるよな。で、明日あたり 10GB 超えるよな、多分。行くか行かないか。そこら辺か。ちょっと、俺の使い方だと、10ギガ制限は余裕ギリギリかなって感じだな。で、実際に何をしてるかというと、一つが、ブログと、YouTube とニコ生。大体この3つを、ネットしてるんだけども。ブログは、大したさ、通信量使わないから、気にしなくていいと思うんだけども、気になるのは、YouTube とニコ生だよね。で、実際どれぐらいの通信量なのかなと思って計算してみたわけですよ。てか今計算するんだけど。ニコ生一枠どれぐらい通信してんのかなって。計算してみよう。30分って、ニコ生一枠30分なんだけども、30分って何秒だ？ 30×60 で。1800秒。1枠1800秒で、大体 250kbps なんだよね。250kbps の通信量だから、4、ちょっと待って、1、10、100。あ、それ違う違う。これ、これをが45000ビット使ってるから、これバイトに直さなきゃいけないんだ。で、一枠使ってる、ニコ生一枠でだいたい56メガバイト通信してるよと。で、これどうすればいいんだ。56メガバイトなんだけども、1日あたり俺何枠くらいやってんだろう。1、2、3、4、5、6。多くて1日10、1日多くて10枠やるんだよ。ってことは、かける10で、1日あたりニコ生で使用する通信量は562メガバイトです。全然使ってないじゃん。で、3日でニコ生で使用するのがかける3だから、1500だよね。1168か、1700。1.7GB しか使ってないんだね。じゃあやっぱほとんど YouTube で使ってるわけか、通信は。YouTube で何をしてるかっていうと、日中はだいたい、そうね、音楽垂れ流したりして、で、寝る前に、雑談放送みたいなのをひたすら、
リピートして聞いてるな。基本垂れ流しで使ってるね。まあ、俺の使い方だと、YouTube 垂れ流し。で、ニコ生1日10枠で、だいたい1日3ギガちょい使うっていう計算か。で、3日で、だいたい10ギガいくかいかないかぐらい。ほんとギリギリだよな。で、さらにさ、今これ動画撮ってるんだけども、この動画がね、だいたい1本あたり5GB ぐらいあるわけだよ。だから、5GB の動画アップしたらもう一気に制限突破しちゃうよね。YouTuber みたいなさ、動画ガンガン上げる人なんかは、今回の、まあ、10GB 制限あんまり良くないんじゃないかなっていう。まあでも、救いもあってさ、確か今回の制限は、時間帯があるんだよね。夜中の2時から、夜中の2時から、夕方の6時まで、確か、高速通信ができるんだよ。それ以外の時間が、制限がかかるんだよね。だから、まあ日中、動画上げるなら日中上げろってことだよな。その制限がかかってない時間帯。あと、まあ、動画上げるときに、わざわざ5ギガのでかい動画上げるんじゃなくて、ちょっと圧縮して、エンコしてやれば大体、うまくエンコすれば100メガぐらいに落ちるからさ、そうやって圧縮してあげるとか、そんな工夫もいるよね。まあ、なんとか、うまく工夫していけば、3日で10ギガ制限もね、まあ、うまく付き合えるんじゃないかなと思いますね。まだ実は、制限かかったことないんだよね。だからもし制限かかった時にどういう感じなのかっていうのを、まあ、後でもう一本動画に撮りたいよね。まあ、とりあえず今のところまだ一回も制限かかってないんで、まあそういうことです。じゃあ、まあ、今日は YouTube じゃない。今日は YMAX の、まあ、新しい制限について動画にしました。